ワフさん、こんにちは。こんにちは。今日は、はい、めちゃくちゃ左足下がり。ボール落としたら、はい、もう落ちていくような。だから、絶対止まんないんですよ、ここに。止まんないんですけど、はい、今日はここぐらい王子さんのところからね、はい、やっていきたいなと思うんですが、はい、まあ、左足下がりってさ、めちゃくちゃ難しいじゃないですか。めちゃくちゃ難しいですね。まあ、言うと、球が上がらない、はい、っていうのと、やっぱりダフりやすいですよね。そうですね。なんで、まあ、これをこううまく打つ打ち方、はい、で、まあ、重要なのはクラブ選びだったりもするんですけど、はい、まあ、それもある程度その打ち方で解消できたりするんで、はい、その辺をやっていきたいなと。で、僕がまず持ってるのは今6番ヤンス。まあまあ難しいクラブですね、はい、で、まっちゃんそこに座ってさ、座ってです、はい、寝そべるぐらいの感じでカメラ低くして、はいはいはい、僕まず打っていきたいと思うんで。あのフェアウェイ目指してですね、向こうの、はい、あ、そっち向きに寝転ぶんだ。こう向きじゃないんだ。いや、こういう向き。いや、マイクあるんで。あ、そういうことか。あとお腹が、あ、お腹がね。じゃあ6番円で、はい、これやばいですね。太平洋の11番の、これやばいですね。やばいっすよね。いきます。はい、うまい。ちょっとでも擦っちゃったな。擦っちゃったけど、はい、まあまあそれなりに球上がったじゃないですか。そうですね。で、擦ってるっていうのがヒントですよね。おお、要はなるほど、結局アウトサイドインに振ってるってことだよね。そうですね。ならちょっともう一回言ってもらっていいですか。いや、座ってて今ちょうどいいなと思って。あ、パンダみたいになったから。で、ここで、まあ、正面からも僕のアドレス見てほしいんですけど、はい、このラインを打つのに、はい、僕がやったことはまずワイドスタンスだよね。おお、ワイドスタンスでしっかりこう、バランスを保つ。はい、で、これどうですか。結構こう左オープン。そうですね、左ショーオープンだね。かなりオープンなんですけど、で、フェース面は目標方向、まあ、目標方向に向けるんです。はい、でちょっと構えから言うとフェースが開いてるような。そうですね、構えから言うと、だからこの構えでもうこうやって僕らがいつも言ってるこの重心を感じて構えて、はい、フェースをちょっと閉じて構えると、そこの林飛んでいきます。これ特殊ですからね、この場合は特殊なんで。で、これが分かればちょっと左下がりもこれで打てるから、はい、今日は極端にここでやってるんですけど。で、右で、やっぱりこういう時はさ、右膝の方がやっぱりよく曲がってるよね。あ、僕はそうですね、傾斜なりには立たないんですよ、こうは。あ、刺さってこう立つと低くなっちゃうから、はい、だからちょっと逆らって、右足をしっかりこう曲げてね、はい、フェース開いて、で、左足体重いくんですけど、右足もしっかり踏んでる状態。お、こうじゃないってことだよね。そうですね、右足もしっかり踏んでる状態で構えは、まあ、ボールもちょっとね、やっぱ中入れるんですよね。あ、こう見ると左に見えるのか。いや、めちゃくちゃ左に見えますよ。あー、そういうこと。そうか、でもオープンスタンスの、うん、この角度、はい、あ、ちょっとカメラもらっていいですか。で、はい、広角にして、皆さんに僕が目標方向を示すのに、はい、まっちゃんクラブもらっていいですか。で、目標方向にこうクラブを置いてもらってもいいですか。この方向ですか。もうちょっと右かな。もうちょっと右、そうそうそう、 ですか、ね、こんな感じ。あ、そうですね、うん、結構オープンだよね。まっちゃんクラブあったら僕の足に置いてもらってもいいですか。これめちゃくちゃオープンですね。これ分かりやすいですね。めちゃくちゃオープンだよね。目標方向がこんな感じ。おお、自分の中ではそんな左に置いてないというか。そうですね、でも正面から見ると左に見えるっていうのが、左かかと線上にあっちゃってね。そうですね。で、その辺をまあこうやって僕たちのこう映像を見て勘違いしないようにアドレスしてほしいんですけど、はい、今みたいに構えるともう打てる準備が整ってるわけですよ、要は。お、確かにそうですね。この準備がすごく大事で、はい、結局まあスタンス狭めたりさ、はい、まあこうやって乗せちゃったりするとうまく打てないんだけど、スタンスを広げて、はい、ボールを少し自分の中では右でね、はい、オープンスタンスにして構えると、もうこれでさ、インサイドから触れる状態ではないわけ。確かにそうですね。むしろカットに振る準備を、ね、カットに振るしかないんですよ。そうですよね。で、ここで大事なのはフェースの面と、はい、まあ、軌道なんだけど、振り的にはスタンス方向に振っていくんですよね。お、左スタンス方向に振って左の方に振っていくんだけど、はい、まあ、フェースは目標方向、はい、もう一球打ちたいと思います。
正面からで短く持ってね、このフィニッシュとかも参考にしていただけるとめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいよね、はい、まあこれも同じ右ラフだったんですけど、はい、今みたいに振ると左足下がり打てるんですよ。普通に普通に打ってますもんね。普通にそうだから、この時のやっぱり軌道はまあスタンスなりというかね、はい、に振っていけばまあしっかり打てるよと。その時にフェース面をちゃんと目標方向に向けてあげる、はい、でまあ大事、一番大事なのはアドレスってことですね。そうですね、もうその打つ前に準備が、そうそうそう、だ僕さっきやったこの置いたやつね、はい、自分の目線のあの画角をあの画像を写メしてスクショして、そうです、あ確かにそうですね、見ていただけると、はい、まあ、結構参考になるんじゃないかなと。この感じで、あとはもうさ、これって今みたいに構えて振ったらこうしかならないですよ。あー、変にこう上げようとするみたいな、ならないですよ。イメージ的によ、イメージ的には、はい、下には振るんだけど、はい、フェースは開いてるって感じなの。あー、球上げたいから。まあ、分かります。だそれをまあ上がんないからって言ってもう低くこう打っちゃったら本当にライナーになっちゃうから、はい、全然打てないんだけど、これを踏まえてまっちゃんに3番ウッド3番ウッドですね打ってもらいたいなと。なんで3番ウッド持ってきたんですかね僕。いや分かんないけど、これやばいね。3番ウッドはさすがに上がんないよね。ちょっとライン良くしていいですか。ライン良くしても打てないでしょ。ライン良くしたら打てますよ。ライン良くしたら打てる。ライン良くできないです。ライン良くできないね。沈んでるところに止まるんで。そうね。ライン良かったら落ちてっちゃうんで、これはもう球上がんないですよ。じゃあこれは、はい、もう今打ち方やったから、はい、これ広角でもう皆さんに見てもらおう。オープンスタンス、ボール右、フェース開く、はい、これはやばい。丸見えです。グリーンまで見えてるね、この画角で。すごい、逆にすごいですね。すごいっす。この機能どんどん使っていこうかな。あんまり好きじゃないんだけど。よし、いきます。お願いします。うまっ、乗ったんじゃないですか。うまっ。あー、もうグリーン手前か。ちょっと広角だからもうアップできなかったんだけど、はい、激うまっすね。わこさん、はい、すごいっすね。いやいや、僕はいつも言ってるんですよ。これわこさんのこと信じてれば、はい、こっからスプーン打てるって。打てますよね。まっちゃん、これでも実際来たらどうする。これ実際刻みますよ。刻むよね、俺も刻む。しかももうすぐそこに刻むから。いや、ほんとピッチングでちょんですよね、はいはい、向こうのフェアウェイまで行こうとしないけど。でも今みたいな感じだったら、はい、打てるじゃないですか。打てますね。で、まあ皆さんはまああんまり長いクラブをね、はい、最初からこうチャレンジするのは多分結構難しいから、はい、まあ最初は8番アイアンとかからやっていただくと、はい、この傾斜が打てれば、そうです、ここで打てたら、うん、あ、どこでも打てますね。どこでも打てるよね、はい、こんなにきついとこないじゃん。だって止まらないところなんだから。沈んだとこじゃ止まんないですよ、ボール。そうですよね。なんで、まあ、皆さんもこの左足下がりをね、はい、こうやって今みたいにアドレスして、はい、準備しとけばしっかり打てるんで。そうですね、はい、成田コースの11番、まあ、ここ止まることないと思うんですけど、皆さんがご来場した時には、はい、まあ、ぜひこうチャレンジしてほしいなと。キャディーさんにやめてって言われるかもしれない。まあ、大概この下のさ、受けてるところに止まるんだよね、はい、あのディボットいっぱいあるところに止まるんですけど、止まった時にはね、ぜひチャレンジしてもらいたいなと思いますんで、はい、まあ、あのぜひやってみてください。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。